皆さんこんにちは。ヴェルディプレイガイドです。この番組ではヴェルディホールで催されるイベントなどの情報をお伝えしていきます。まず紹介するのは6月19日日曜日に開催されるワンコインライブ、バイオリンとピアノの調べに乗せてです。出演はバイオリンが松本由香さん、ピアノが重野智香さんです。バイオリンの松本さんにとってはお父様のふるさとでもある高千穂での初めてのコンサートになります。皆様よくご存知の曲が演奏されます。ぜひ会場で素晴らしい音色に包まれ癒されてください。なおコンサートは3歳未満のお子様も参加いただけます。チケットは現在好評発売中です。ヴェルディホールまたはプレイガイドでぜひお買い求めください。次に紹介するのは7月30日土曜日に開催されるワンコインライブ、ストリートダンスワークショップ&ショーです。ワークショップとは体験型イベントのことです。数々のコンクールで優秀な成績を収め、ビーズや三浦大知のバックダンサーとしても活躍された葛西市出身の金さん、現在は親子でもできる、お年寄りでもできる、車椅子でもできる簡単ストリートダンス教室の特別講師を務めるなど、幅広い年代の方々にダンスの魅力を伝えています。参加者に年齢も経験も関係ありません。まさにレッツダンス。普段はなかなか触れる機会がないという方も多いストリートダンスですが、ダンス初心者の方も思わず音楽に合わせて体を動かしたくなるイベントです。ステップの習得はもちろん、ストレス発散、あふれる爽快感をぜひ味わってください。チケットは好評発売中です。ヴェルディホールでぜひお買い求めください。次に紹介するのは8月28日日曜日に開催されるワンコインライブ、ちびっこ集まれマジック&ジャグリングショーです。大阪発、日本でも珍しい子ども向けイベントを専門に行うプロのパフォーマー松田幸喜さん、一度で身の正しいマジックとジャグリングを組み合わせた大爆笑のドタバタパフォーマンス。大きな魚が出てくる、風船を作るつもりがあれれれれ、お子様が喜ぶツボを知り尽くしたプロだからできるドタバタコメディパフォーマンス。会場中が笑顔に包まれるショーを、お子様はもちろん大人の方もお楽しみください。チケットは7月9日土曜日より発売です。これまたヴェルディホールまたはプレイガイドでお買い求めください。最後に紹介するのは9月17日土曜日に開催される俳優風間杜夫の一人芝居、帰ってきたカラオケマンです。日本をはじめスペイン、中国、韓国、アメリカ、ロメニア、ハンガリーと世界を股にかけ上演された風間杜夫一人芝居牛山明シリーズ。こんな時代だからこそ、よっ待ってました、牛山明72歳、まだまだやります、歌います、まだまだ見せます、弾けます。チケットは6月25日土曜日より友の会先行発売、7月2日土曜日より一般発売です。ヴェルディホールまたはプレイガイドでぜひぜひお買い求めください。なお7月7日木曜日大阪桐蔭吹奏楽部コンサートのチケットは大好評につき完売いたしました。それでは次回のヴェルディプレイガイドでまたお会いしましょうね。さよなら、さよなら、さよなら。